ワン。こんにちはテレビ東京アナウンサーの愛内優香ですえ今回はテレ東ビズ年末スペシャルといたしまして特別なゲストの方をスタジオにお招きいたしましたえ早速ご紹介しますまずはテレ東ビズではおなじみの早稲田大学ビジネススクール教授の入山昭恵さんです入山先生今日もよろしくお願いいたします,ししますえ続きまして 雑誌日経ウーマンの編集長藤川飛鳥さんですよろしくお願いしますそして日経ウーマンの創刊から携わり編集長も務められた日経 BP 総合研究所定石研究員の安原ゆかりさんですよろしくお願いします、えー、早速なんですがこのメンバーの共通点がこちらなんです 日経ウーマンが今年一番活躍した人を表彰するウーマンオブザイヤーです。えー、こちらはですね、今年の授賞式の様子ですね。 今回私、今年初めて審査員を務めさせていただいたんですけれども、うん、入山先生は2017年から勤めてるんですよね,ですね、はい、なんでありがたいことに、もう7年間、本当に光栄なことなんですけど、7回ずっと審査員をやらせてもらってまして、やっぱりね、ウーマン・オブ・ザ・イヤーって、まあ、もはや日本中、誰もが知ってる賞じゃないですか、はいうん、で、しかも本当に毎年、素晴らしい方があの候補で上がってくるんで、本当、審査大変なんですよね。 もう毎回悩むし、まあ、揉めたりもするし議論紛糾で、まあ、でも、そのくらいまあ素晴らしい女性の、まあ、活躍する方が台頭しているということだと思うんですよね。愛内さんどうですか今回、審査ににやられて,みて今回を本当に皆さん魅力的な方ばっかりでどこの視点でこの方を上位に上げるのかっていうところを本当にもうじっくりと悩ませていただきました。本当にこれリサーチが とにかく大変だなってと思ったんですよ。はい、藤川さん、どうやって見つけてくるんですか？あまあ、あらゆる情報源を駆使して、まあいろんな人にお話聞いたりしながらという感じなんです。けれども、うん、で、はい、さらに選ばれた人をまあ、しっかりと深掘りして、ね、すっごい詳細な。 プロフィールを作っていきます,よ、ねそうですね、もうあの記事に結最終的になるんですけどならない部分までいろいろ結構掘り下げて資料にしてそれを見ていただいているという形です、ね、多分これあのねこの今番組をご覧になってる皆さんってウーマン・オブ・ザ・イヤーがどうやって選ばれてるかっていうプロセスはあんまり、ね、ご存じない方が多いと思うんですけどす、ね、実は我々審査員のところにまず事前の書類審査が来るんですよね。はい、あの時点でで何人ぐらいでしたっけ、はいはい 大体20人弱ぐらい人ぐらいのしかもその時点ですでにものすごい詳細な<う>この方はこういう素晴らしいところがあるんだっていうプロフィールとか人生のねそ<う>ライフチャートとかねそういうのが20人分あってまず我々それで書類審査するんですよね全部ね。特典表がロールモデル性ですとか性功度ですとか、はいまあ、詳しくあるんですけれどもそもそもです、ね、藤川さんこのウーマン・オブ・ザ・イヤー、はい、どういった そうなのか簡単に説明してていいいいただいてもいいですか、はいはい、えー、一番最初始まったのが2000年1999年末に発表したのが最初なんですけれども、えー、3つあの、はい、目的としてありまして、うん、働く女性のロールモデルを提示するっていうこととあとは、えー、組織とか社会に埋もれがちな人の、えー、業績に光を当てて。 あの発掘,発掘するという形ですね。あとは、あの働く女性の今とこれからを。えー、捉えて、時代の矛先を捉えるという、うん、そういった三つの目的があります。うん、あの、今日、皆さんとですね、その千九百九十。 9年から始まったもう20年以上歴史があるわけですねこのウーマン・オブ・ザ・イヤー、もう今回、見ていただいている方、はい、女性、男性、もう限らず、いろんな本当にさまざまな方に、キャリアでこう成功していくために必要なことってどんなことなんだろうということを、このウーマン・オブ・ザ・イヤーを通してですね考えていけたらなと思っています、はい、えまずは、ですね早速こ,うこの20年以上の歴史を振り返っていきたいんですけれども、うんはい、こちら。 えー、2008年までの対象受賞者、見ていきますまず一番最初、1999年から始まっていますけれども、これですから、あれですよね、1990年末に選ばれた方が、ウーマン・オブ・ザ・イヤー2000っていうそ、そうですね、翌年の年がつくんですね、そうなんですここちょっとね、分かりづらいんですけれども、こ今年選ばれた方は2023ということになっているんですが、まず初代の受賞者は、NTT ドコモの方。 はい、はい、松永麻里さん、iMode、NTT ドコモで iMode っていう、ガラケーでいろんなこうサービスを使えるっていう、それを企画、開発した女性ということでもともとリクルートでトラバーユの編集長を長年やっていたんですけれども、NTT ドコモでまあそういう iMode というようなまあ、iMode っていう名前じゃなかったかもしれないですけれども、その企画にヘッドハンティングされて、で、 その松永さんなりのいろんなこう斬新なアイディアだったりですとかあとはなんかコンシェルジュっていうようなキーワードを出してそのえ生活に役立つこう携帯っていうようなコンセプトをいろいろ打ち出してで i イモードのようなサービスが始まったという当時としてはすごい画期的なあ今となって我々スマホで普通にできるわけですけど実は当時 i イモードって本当に世界の最先端で。はいはい ガラケーでこんなことできるんだっていう本当にスマホの先駆けですよねそうなんですよねそれを手掛けられたのが松永さんで、はい、初代のウーマンオブザヤーに対象に選ばれたっていういいえこれあの安、はい、沢さん覚えてらっしゃいますかはい覚えてますね、はい、あの。 えと松永さんのユニークなところはあのドコモの生え抜きではなくてリクルートからいらっしゃってまあドコモにそれまで NTT の文化になかったものをこう巻き起こしてそれでなんかあんなに画期的な商品ができたっていうところもあのすごく審査のポイントだったと思いますあ確かにまだそんなにそあの2000年当時って1999年って転職が今みたいにあまりポジティブではなかった時代で リクルート出身者とはいえというところそれで i モードを作っちゃうっていうのが素晴らしいですね,ね、まあ、あの実は最近になると、ね、雇用が流動化するって当たり前なんですけどやっぱり、まあ、僕、経営学者なんですけど経営学者から見るとこあのやっぱり雇用の流動化ってものすごい重要でまさに地と地の新しい組み合わせになるんですよねだから松永さんのまさに新しい視点があったから i モードという画期的なものができて、まあ、逆に言うとそこをウーマン・オブ・ザ・ユーは評価したっていうことですよねきっとね。うん でこの2000年から振り返っていきたいんですけれども、はい、藤川さん、はい、何だかこ注目の方っていらっしゃいますか。はい、やはりこの2007の受賞の難波田もともさんですよね。イエネイの、はい、さすがちゃんと選んでるんですね。<laughs> もちろんですよね。まあ南場さんは1999年に起業されていて、2005年にまずもちろん上場にしていて、なのでもうかなり 活躍はされていたんですけどこの2007のタイミングであのもう IT 業界で一歩抜けたあ<ー>まあモバイルでトップといわれるような、えっと、モバゲータウンとかモバオクとかそういったサービスで売り上げが年間120億円ぐらいになっているという、まあ、そういうタイミングで大賞受賞となりましたね。<ー> サ波さ,さ,さんも言わずと知れた方ですけれどもうういった特徴が考えられますすかね、はい、そうですねそであの、まあ、今思えば非常に王道タイプのコンサル出身の女性起業家なんですけれども、うん、ちょっと今回あの改めて当時の記事を読んでいたら南波、まあ、さんが創業された1999年当時あの 女性起業家とコンサル出身には出資してはいけないっていう、えーえー、そういうのがあのベンチャーキャピタリストの不問率としてあったっていうのがその記事の中に出てくるんですよ。 でまあ、その中でだから今となっては当たり前のことなんですけど当時は女性起業家とコンサルというのは投資しても失敗するよというパターンで実はあのすごくこう今では当たり前のことを切り開いてきたという<ー>ナンバさんも実はそういうい方なんですよ、ね、しかも両方持っているわけですよね女性でありコンサル出身であり、はい、すごいな,なんかもう本当にこうキラキラな経歴だなとうう思っていたんですけど。ね そんなこと投資家の方から言われる、ね。まあそういう時代だったんでしょうね。たんですね。でもこれあれですよね。安藤さんとかきっとこれプロセス書かれてたと思うんですけど、はい、今思うと選んどいてよかったっいう感じですよね。<laughs> そうですね。本当に落とさないでよかったっていう感じですよね。南波 <laughs> さんってしかもこう歴代の中でも結構珍しい特徴があるっていうかったんですけれども、はい、対象は2000だけなんですけれども、2006にもその対象じゃない。 立ち位置で受賞を実はしていたんですよね。はい、あそうですよね。はい、あの実はこれもご存知の方も多いと思うんですけど、はい、ウーマンオブザイヤーっていうのは実は一年間に大体六人から七人ぐらい。今はそうですね。昔もっと三十人とか。あ、昔はもっと多かったんですよ、ね。はい、結構選ばれて、はい、その中で今回特に対象の方をフィーチャーしているわけですけど、はい、と実はその前年にもウーマンオブザイヤーとしては選ばれてるんですね、ナンバーサン。はい、逆に言うとこの時期のナンバーサンがそのくらいすごかったっていう感じですね。はいはい、その王道企業家パターンと他に、はい。 当てはままる方いいらっしゃいますか、はいえー、だいぶ最近になるんですけれども2021受賞のビザスクの代表取締役の羽柴英子さんという方がですね、はいまあ、王道というくくりで、まあ、ご本人たちが納得するかどうかわからないんですけども共通点としては難波さんは、まあ、マッキンゼー出身で留学して MBA を 取得されてってっいう方で,で橋場さんは最初ゴールドマンサックスで割と早めに辞められたんですけれども留学して MBA を取られてでまた戻ってきてあのいらっしゃったのはやはり金融業界に何年かいらっしゃってから起業されたっていう、まあ、MBA 金融とかコンサルとかっていうその辺りの経歴がまあ王道であのしかもまあ上場起業してから上場にこういただ 締めたとととといいいううころが王、まあ、王道道えば王道というただそうですねなのであのもちろんそのお二人も紆余曲折本当にあってあの全然その綺麗なこうあの輝かしいというよりももう本当にあの大変だなっていうような、うん、あの頑張られた方なんですけれどもその経歴だけ見てしまうとちょっとこう手が届かないかなって思ってしまうようなタイプ。 といえばそうなんですよねここはあの橋本さんは存じ上げてるんですけど、うんはい、やっぱりよく私は血飲み子を抱えながら仕事をしてたってよく言うんですよね、はい、お子さんが生まれてね赤ちゃんがいてそれでも仕事しなきゃいけないで本当に必死になってやってたまたまここまで来たっていう,うな,んなんで彼女はよくあの我々なんか審査員であのあの 女性起業家として難波さんが成功されてそれからまあ会社を上場させたっていうとほ、まあ、他にもいらっしゃったんでしょうけど注目されてるっていう意味でやっぱり橋場さんまでいらっしゃらなかったんですよね。うん、なんで我々ついちょっと失礼なんですけどナン,バーナンバー2世みたいな言い方をしちゃうんですよね難波陽子2世。でもご本人はそれが実はすごく難波さんのことを尊敬されてると思うんですけどあの私は違うんですと。 私は私で頑張ってるんですっていうスタンスを取られてすごい立派な素敵な方なっていうふうに思いましたね、はい、いや矢沙羅さんどういった印象ですかナンさんはもうまあそうですよねそうですねナンさんの時は本当にあの IT 企業家の方がもうなんてキラボシのようにたくさんいらして、うん、でもあの 先ほどその話にしたなぜ2年連続とということだともう抜群の安定感もう男性女性関係なく、うん、この方はの会社は絶対10年後と20年後もあるだろうなっていうのは楽天の北谷さんと d n a の難波さんからは抜群の安定感とがっちりとしたビジネスモデル。 あのあきっといろいろなものを変えていくんだろうなっていう、うん、そういう空気をすごく感じる方、ね、安村さん多分その審査会とかもしくはウーマン・オブザ、ね・ザ・イヤーの授賞式がありますから、はい、ああいうところで交流あると思うんですけどやっぱりそういう難波さんから雰囲気というか、はい、そういったものがとっても明るい方じゃないですか、はい、なんか何ですか太陽みたいな感じそこもすごく魅力的ですよね。かやっぱりああいうあの <laughs> コンシューマー向けのこう楽しいコンテンツっていうのはこういうふうな朗がらかがな方から生まれるんだなっていうそこのなんていうんですかキャラクターの魅力っていうのもすすごく感じますんなんか、ね、一見、キラキラなこう王道企業かパターンっていうふうに、まあ、分けがちではあるんですけど2世もそうですよね、はい、でもなんか本当にそれでもこういろんな方がいらっしゃいますね。でも成功にそういうういいののっっっててやっぱりキャリアっていうのは ある程度は必要なんですかねあのその辺があの結構面白いところで、うん、僕の理解は結構今の僕は最近この67年審査をやらせていただいてるんですけど意外とキャリアが多様なんですよね、うんうん、ですからおそらく昔の方が難波さんみたいな方が珍しいしただ、うん、やっぱり難波さんぐらいすごいコンス、ね、トップコンサルに行ってみたいな方ないとやっぱりここまで来なかったと思うんですけど今いろんな方に女性の方にいろんなキャリアのチャンスが 広がってるのかなっていう印象は僕は持ってるんですけど。じゃその点、はい、多様化しているキャリアの方々ちょっと見ていきたいんですけれども、はいはい、ええ2009年から2016年までの対象受賞者見ていきます。はい。もう本当にあのまあいわゆるね王道起業家パターンではない方々。志家、うんはい、さんどなたか。そうですね。はい。ここであの一番右にこう。 会社員とか企業家とか書かれてますけれども、えー、2010の方はあの起業家というカテゴリーに入れてますがあの建築系の方なので、まあ、ちょっと他のあの起業家あで今まで言ってた起業家とはちょっとタイプは、うん、あの違うかなと思うのであの久しそ,そ,れその方を除いて久々に起業家として対象になった方が2016の須永珠代さんなんですけれども、うん、トラストバンクっていう会社が。 あのふるさと納税のふるさとチョイス<ー>、はい、を立ち上げた方なんですね。で今いろいろふるなびとか楽天のふるさと納税とかいろいろありますけれども当時は全くそういったそのふるさと納税の総合サイトってなかったんですよ。その政府が、まあ、ど,っちかどちらかととといいいうううう地味にこういうことやっっててますよっていうのを あのやっていたんですけどあまりこう注目されていなくてだけどこれすごくお得だしその地,地域の活性化にもなるよねっていうことに目をつけてっていう方なんですが、まあ、その面白いのは須永さんが全然何て言うんですかねキャリアとしてもう王道ではないというか、はい、まいろんな20代特にいろんな職を転々とされて、うん、で やはりなんかこう自分に合うところがなかなか見つからないっていうので30歳になった時に私は起業するって決めるんですけどでもそこからまたその EC サイトにものすごいハードな EC サ,イトのあのまあ EC サイトのいろんな仕組みを作る会社ですかねそういうところに転職されてものすごいハードワークをしてでそこから30代半ばで起業するっていう形なんですがなんか無職だった時期とかが1年間あったりだったりとか。 なかなか苦労されてるんですけれども、ままあ、この方言うならば、まあ、叩き上げ的な形感じですね本当、うん、まさにふるさと納税ブームを作った方々だと思うんですけれども須永さん安原さん、須永さ,さんについては。 本当にあの、はい、まさしくく叩き上げてちょうど就職される時の就職氷河期で、まあ、そういう時代の波で大変苦労された方なんですよね。うん、で今あの藤川さんがおっしゃってましたけども30代で起業されるって決めて、まあ、それまでいろいろな職をするんですけど今話したようにあの、えっと、ベンチャー企業に就職すするんですよで今あの若い学生さんであのファーストキャリアっていう言葉あるじゃないですか。うん、起業するためにまずあの IT 企業に就職してでそこでいろいろ企業,の企業家としてのノウハウを学んでっていうそういうコースをこういち早くやってらしたっていういわばっていうところがあるかなっていうのとあとあの先生は今日あのえお昼ご飯にチャーハンを食べても、はいた今日実は収録前チャーハン食べました <laughs> 今結構眠いです。<laughs> す <laughs> はい、いやなんでチャーハンの話を出したかっていうと取材の時にとてもあの印象的だったのが<あ>あの、まあ、起業してから数年は本当にお金がなくて<ー>あのメニューが毎回ひき肉チャーハンだったっていうそれが一番安くてお腹がいっぱいになる自自炊炊でですよねひき肉が一番安いからっていう。そ,な <laughs> そこが ど根性っていうかあと、はい、あの彼女が今やってるからこんなにふるさと納税って彼女が始めてふるさと納税一般的ですけども当時はそれこそヤフーとかあのそういう大手の IT 企業が何で参入しなかったかっていうと、うん、全く儲かる計算ができなかったっていうことがあって。うん んですよね、だから誰も参入してこなかったしビジネス始めなかったんですけども、えっと、彼女、例えばこれってクレジットカード会社と組んだらいろいろできるよねとか自治体と組んだらいろいろできるよねっていうのを、まあ、とことんとことん考えた結果あのこう思い切って勝負に出たっていうそこの思い切りのよさもこうちょっとすよね、うん、すごいですね。就職氷河期世代の方の方業 そっか、うん、あだから僕と同じ世代ななんんだな須永さんださから僕も小学氷河期生にちょっと入るタイミングで、うん、あの僕の同級生は就職したのでだからやっぱり一番なんていうか世代的に大変な経験をされてるんですね、うん、須永さんはきっとね。うん、なるほどだから、あのーね、さっきも言ったようにウーマン・オブ・ザ・イヤーって大体審査書類にライフチャートがあるんですよね相、うん、内さんも今回見たと思うんですけど<え>多分須永さんなんかライフチャートこんなんじゃないかなっていう。<laughs> <laughs> さあここまでえっとまあ王道企業家パターンそ,、ね、それからたたき上げの方見てきました、まあ、2009年から2016年まで例えば2009年の白井さんはこれユニクロの方ですけどブラトップの開発、はい。 されたた方でしたりとかなるちなみにあの僕が結構これ拝見して印象深いのは、うん、結構今で,今でも流し入れてるっていうとあれなんですけど今でもすごく活躍されて注目されている例えば2015年の小林凜さん、はい、アイザックは今ねいろんな方が教育の世界で新しい教育機関を作ろうってやられてますけど、はい、まさにその先駆けですよね軽井沢にアイザックっていう、まあ、いわゆるインターナショナル作るみたいな感じの学校を作ってそう,うね小林さんをちゃんと選ばれてたりですとか。 あと2013年の諏訪孝子さんはダイヤ安駅さん諏訪さんも今,も今のご活躍ですけどいわゆる事業承継ですよね中小企業の事業承継をしてその会社をまあ立て直してそれで多分選ばれてると思うんであの今,今注目されているような教育とかそれから事業承継とか結構いまだにこうなんか注目されるような方がこの辺りでもうちゃんと選ばれてるわけですね。 かよかったです。結果的に。はい。確かにそうですね。まああと時代も反映してますからね。2012年の石井さん、2011年に東日本大震災があって、ああ<ー>、そうです。その日本看護協会としてね、第一、はい、で活躍,され活躍されましたね。はい、さあそしてですね、うん、続いてちょっと最近ですね。はい、2017年から今年の受賞者も見ていきます。まあ王道ですとか叩き上げですとか見てきましたけれども、はい、藤川さん。はい。 た叩き上げ経営等で言いますと<え>ちょっと2人注目の方がいまして2019の中村明美さん、うん、百食屋のオーナーの方なんですけれどもこの方は 須永さんほどい,いろいろ右翼曲折あったわけではないんですけれども働き方っていうことにすごく着目されて最初の職業がブライダルの専門学校の広報っていうのをやってて、うん、でも,ものすごく忙しくてでご結婚もされてこう妊活もしないのにこうそれもできなくてっていうその中で、えーまあ、お子さんを産む前に。 こう起業しておいて自分にフィットした働き方を作っておこうっていうふうに発想されてでたまたま旦那さんがステーキ丼を作るのがすごく上手で,で旦那さんのこのステーキ丼で飲食を一日100食限定でその自分たちがこう無理のない働き方でやったらこう自分の働き方もまうまくこう理想になるしっていうことでそれを始めたっていう。その1日100食 限定でその売り上げを求めないっていう働き方がすごいそのスタイルがすごく斬新で当時とても注目をされてでまあこの年は、まあ、その働き方改革っていうのがこの辺りでちょうど出,て出始めるんですけれどもそのタイミングもあって対象になったという方ですね。いやこれは今時は僕も震災に入ってたんですけど、はい 革命的でしたよね、はい、僕もこのアイディアはすごいなと思いましたし、うん、でそうするともう絶対100食で売り切れるから、うん、それ以上従業員が無理しなくていいんで皆さんその後はね他にもっと生き生きとあの好きなことができるとあと100食っってて決まってるからフードロスがないんですよそういう意味でもすごい時代を先取った、ね、アイディアで,で中村さんご自身もね私も授賞式でお会いしましたけど本当に素晴らしいお人柄の方で。えー そう,いうのも結構今、ね、メディアでも注目されていますよね確かにこの受賞した中村さんの、はい、2019年18年にまあ受賞されて、はい、まあ2019年の4月からこの働き方改革関連法案が順次施、うん、行されていったということであ<ー>本当に、まあ、でもこういう自分のロールモデル性というのもすごく大きいかなと思うんですけど無理のない働き方で。 活躍されてる方、はい、あの他にもねいらっしゃるかなと思うんですけど、うん、もうつい最近対象になったクラシコムの佐藤智子さんは、えー、好きなことに向き合ってきたっていう、うん、叩き上げでありつつ好きなことに向き合ったっていうところが新しいかなと思ってまして、うんえー、佐藤さんも。 えー、先ほどのふる,ふるさとチョイスの須永さんと同様に割とこう20代本当にいろいろと転々としていてあのリフレクソロジーのサロンのこう芸をやってみたりとか、うん、あの OL をやってみたりとかしていたあとバンド活動をお兄さんとやってみたりとかそういうのを経て28歳ぐらいの時に やっぱり自分の好きなことと向き合おうっていうふうに決意して、うん、最後北欧にちょっとお兄さんと行ったら北欧のビンテージ食器がすごく目についてこれ日本で結構いいお値段で売れるよねっていう、まあ、そこビジネス的なところでお兄さんは注目してで佐藤さんの方はこう北欧の,その豊かな暮らしっていうんですかねこう あの生活を大事にするっていうインテリアとかその居心地を大事にする暮らしにすごく惹かれてまあそういうのも発信したいっていうことで「北欧暮らしの道具店」っていう EC サイトを作ったっていうでそこでもその単にこう利益を追求っていうんじゃなくてその好きっていうこの気持ちをかなりこうユーザーに伝える「好き」とか「こういう暮らし方素敵だよね」っていうようなであのフィットする暮らし作ろうっていうのがこの。 クラシコムさんの謝税なんですけれどもそれをこう体現するような形でこう物を売るだけじゃなくてメディアで発信するっていう、うん、今までの EC サイトとはちょっと違う,こうメディアの役割も果たすようなすごく独自のこう世界観を伝えるっていうような、うん、そういう事業をされてるっていう方でこれあのねまさに今年の、ね、2022年末に選ばれてるんで「ウーマン・オブ・ザ・ヤー2023」はクラシコムの。 佐藤さんだったわけですけど、これ、愛知さんも審査員だったわけじゃないですか。はい、どうですか、愛知さん、審査されてみて、今年のウーマンウザイヤーの佐藤さんは。いや、佐藤さんはですね、あの、やっぱり独自の世界観の EC を作られて、さらにあの資金調達せずに上場されてっていうのが、ね、もうすごいすごいなって。 あの、お、単純に思いました。あとは、その、自分の好きっていうのを、ちゃんとビジネスにつなげている。はい、で、うりを曲折あったのも、まあ、共感する。まあ、そういった、もう、ロールモデル性とか、成功度を含めて。私は、あの、佐藤さん。まあ、対象にすごくふさわしい方だなというふうに思いましたけど、うん、入山先生うか。いや、あの、あのね、これ実は、僕も一緒に小さい会いたんで、あれですけど。<laughs> はい、ま納得ですよね。うん、僕も、あの、もちろん、その、まあ、大きな貢献としては、まさに、その。 北欧の世界観っていう文化そのものを、まあ、日本に伝えるっていう意味ではものすごく大きな役割を果たされたっていう意味では最近あのカルチャープレナーーいう言葉があるんですよねカルチャー文化のアントレプレーナー起業家まさにその先駆けみたいな方だなと思ったっていうのが一つともう一つは今愛知さんおっしゃったようにいや僕もいろんなベンチャー見ましたけど資金調達しないで上場するってとんでもないですよね。<laughs> はい いやだから本当にあの、まあ、5人からするとなんかやってたらたまたまそうなったとっいうことなのかもしれないけど <laughs>、ね、いやむ,むしろすごく今っぽいしあのあの、ね、佐藤さんもお,お兄様とやられてますけどいわゆる男性的なガツガツ上場しますっていう感じだと多分こういった方って出てこないんですよねだからすごくなんかこれからの未来の起業とかビジネスの在り方みたいなことを示してくださったなっていうのが僕の なんかその中村さんもそうですけど自分の暮らしがまずあって自分の限られたものを大切にするという価値観があってその中のまあ延長線上で起業して成功されてとていう安原さん、どううご覧になりましたかそうですねあのクラシックコムのすごく面白いところ、はい、あの佐藤さんの経営されているクラシックコムの。あの えー、店長をやってらっしゃる百貨店のクラシックの,の面白いところはあの利益は追い求めないんだけれども利益率が非常に高いっていうところがすごく面白いですしあの毎日18時 6時までですよねにあの全員お仕事やあの辞められて残業はないんだけれども非常に生産性が高い、うん、その間にこうふんわりダラダラ働いてるわけではなくて、うん、もういかにそこにお終わらせてあれだけの医師サイトを作られるかっていうのでな,なんかそのふんわりとロジカルがこう非常にうまく合着をしてるというか。北欧ってまさにそういうい働き方ですよね僕、うん、あの,僕あの 僕も方向を何度か行ってるんですけど例えばデンマーク行くと皆さん本当に仕事5時でやめるんですよねそれからみんなビール飲んでていいなと思ってたら意外と生産性高いんで例えば今デンマークって一人当たり GDP 世界4位なんですよだからやっぱり日本もすごい見習うべきところがあってクラシコムはまさに北欧の文化を伝えてるからクラシコムの働き方もそういう北欧的になってるってことなんですねきっと。ーちなみにあの 僕の理解はウーマン・オブ・ザイアン2016・イヤー20161718の時が安原さんが編集長でいらっしゃって2019年中村さんが選ばれた年からは今度は藤川さんが編集長でいらっしゃって安原さんどうですかそうすると2016年先ほどの須永さんそれから2017がはずまさんそれから2018年が末延さんだったんですけどなんか印象深い人とかってって いいらっしゃいましゃまたかあ,そうです、ね、あのー、で今回あの起業家の方が最近増えてるんですけども、はい、そういう意味で言うと2018年の、えー、末延さん、まあ、その前にの2017年の一馬さんっていうのがあの、まあ、会社員ですよね、うんまあ、会社員としての,あのウーマン・オブ・ザ・イヤー対象受賞者っていうのの、うんまあ、直近では、まあ、あの最後のって言ったんですか最後のお二人になってるんですけどもあのー 割とこのお二人ではとてもユニークな経歴というか、うん、あの初間さんは、まあ、それこそいろいろな転職をされてあの映画の宣伝というあのお仕事なんですけれどもデータ主義ではなくてですね自分の感性であのこう訴える PR っていうのをしたいっていうことであの。 お仕事をされていた方ですし、あの西野さんはあの日本で初めてあのシワに効くっはっきり言えるあの薬部外品の化粧品を開発された方なんですけどいわゆるリンクルショットってやつですね。そうです、はい。はい まあ15年間15億円もかかっていてでまあその15年間っていうのがまあ彼女の36歳から51歳までですかね本当にもう会社員にとってはすごく大事な時期だと思うんですけどその期間全く成功するなんてことっていうのはほとんどの方は信じられていなくてあの彼女がそのインタビューした時に私はその会社ではずっと日陰の花だったってちょっと笑いながらおっしゃってたんですけれども誰も期待していなかったしえ誰も 成功すると思っってなかったトップ,トップとまあ何人かの役員以外はっていう、まあ、その中であのいやここ絶対目があるっていうかあのシワをもし消せるっていう化粧品が作れたら絶対革命的で面白いしみんなに期待されてるよねっていうのをこうずっとあの信じ続けたっていうことではでお二人はあの。 起業家マインドがあるあるの2人かなと会社員ですけれども非常に起業家マインドがあるしそれ違うだろうって言われても割とこと平気なところがあったかなと思います実はですねちょっとどこまで裏話言っていいか分かんないですけど僕あの2017年の時から審査員やらせていただいててまさに末延さん2018年末延さんポーラの末延さんが選ばれた時は相内さんのね尊敬する大先輩でいらっしゃる大江まり子さんが実は審査員いらっしゃったんですよね。この時ね今でも覚えですよ こう揉めまして審査員結構素晴らしい方ほかにもいっぱいいらっしゃったんですよ。意見が割れて僕も「いやどうしよう」と思ってた時に別にその鶴の一と言で決まったわけじゃないんですけど一つの意見として大江さんがまさにずっと末延さんみたいに日陰,日陰というかで地味で頑張られてきた、うん、こういう時代だからこそこういう方が評価されるのも大事ですよねみたいな。 一言があってでそれで全部が変わったわけじゃないんですけどいろんな意見が出た結果結果的に末延さんがんでもその大企業の中でもう、はい、まあ15年間ですが、ね、コツ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 しかも1億円も毎年毎年研究開発費をもらいながら成功しないかったものを。 やってると他の本当従業員からしたらまあ針のむしろ状態ですよね、ねそれをやり続けるっていう、どうですか、入山先生、その大企業の中での起業家精神なもの、はい、起業家精神ですか必要ですか必要だしあの、末延さんはやっぱり本当にそれをお持ちだったから、だって起業したら自分の責任じゃないですか、お金集めて、でもちろんそれで成功した方がいいけど、なんかこう、 起業してるからある意味自分の責任でやってますよねでも末延さんの場合は大きな会社にいらっしゃって会社のお金でやってるからそこで15年間まあ結果が出て出ないっていうのは相当大変なはずなんですよそれをやり続けたっていうのはある意味起業でね今どうしてもやっぱり起業家の方が注目されがちなんですけどやっぱりこういう方ってすごいよねっていうのが で、ね、当時安田さんそうでしたよね。そうですね、はい、あのやはりこの経営会議で。も毎回毎月のように、こう針のむしろというか、<laughs> みんなにどうなってるんだ、いつまでお金を次々,々。 注い込むつもつりなんだみたいなことを言われ,る言われたそうなんですけど、はい、その時になんかある方からあのリスクとリターンをちゃんと示しなさいとあのスケジュールを示すのと、まあ、これが成功したらどれぐらいのリターンがあって一方で失敗した場合のリスクはどうだからこれはやる価値がある投資する価値があるんだってことを説明しなさいって言われて末延さんって医学博士でいらっしゃるんですけど <laughs> あのその時に私全然数字がわからないわっていうので簿記学校に通って簿記の資格を取られて。 であ経営の勉強をするっていうその素直さというか勉強かぶりっていうのがまさにリスキリングっていうんですかね,ね <laughs> 僕もお会いしましたけど本当に肩の力が抜けてて誠実でまっすぐっていうタイプの方ですよねだからいろんなこと吸収されたんでしょうねうでもそういう、ね、あの起業家マインドを持つためにやっぱ企、はい、業側も そうういいった方を潰さないようにしうだからやっぱりポーラポーラこ,のこのケースが良かったのはそれをポーラ化成工業が我慢したというとあれですけどちゃんと見守ったとっいうことですよね、うん、そういう意味ではこのポーラ化成工業も素晴らしいしそこで最後結果出した末延さんも素晴らしいですよねあとちなみに2017年のはずまさんは安原さんが先ほど映画の反則宣伝プロデューサーって言われてたんですけど安ちさんこれ何の映画か分かります これはあの私もいろいろと歴史を振り返っていたので「<laughs> 君の名は」っていうとやっぱりどうしてもあの新海監督が、ねはい、あまりにも有名であの新海監督はもちろん素晴らしいからあの日霊がヒットしたんですけど実はこの東さんの反則プロモーションが相当上手だったのが 大ヒットには相当影響してるっていうこと選ばれてるんですよね。うん、そうですね。本当に新海監督がここまでまだメジャーでなかった時代に、まあ、この人はすごいっていうことで、まあ、徹底的なプロモーションを組まれて。まあ、お尻も叩いて <laughs>、成功に導いたっていう。ところは新海監督を前に出すっていうのが、一つの戦略だった、うん、っていうことなんですね。はい。だからこそ、はずまさんは逆にずっと後ろに控えていたんだけど、うんうん、あえて、だからこそ、この方を対象に襲うっていう判断になったとっいうことですよね。はい。

はい、コリーのですね、はい、この2人完全ニュータイプででしたよねねそうです、ね、あの姉妹 2, 2人を対象にしたっていうのも初めてだったんですけれどもその姉妹の、ま、で、ま、起業したっていうその、ま、壁打ちのように姉妹でこういろいろこう話し合いながらこう事業あのゲームの女性向けのゲームの会社を立ち上げられたんですけれども事業を育てていって。で えー、コリーも上場したっていう若くして、まあ、そこも評価の一つだったんですけれどもその女性起業家その後に続く女性起業家若手起業家を応援したいっていうことでその投資の部門っていうのも立ち上げたりっていうなんかそういうところもその、まあ、若手起業家ながらそういうことにも目が向いているっていうところもすごく新しいなという,う かなんかすごい私もお会いしましたけど、はい、いい意味で脱力してるっていうか、はい、僕はなんか失礼ながら起業家会の阿佐ヶ谷姉妹って呼んでるんですけど <laughs> なんかそ,そんな感じぐらい肩の力が抜て割とこうそんなにこうわーって喋るタイプでもないですしすごく真面目なお二人。 で,したでもこういう方が上場まで会社を持っていくっていうのはすごいです、ねはい、うです、ね、こう熱はすごごいいででねね熱熱は量が高かったもう一人そういう意味で最後にここのあのこのあの2017年以降だとまだ触れられてないのが小牧綾さんであの私小牧さんは私審査かかったんですけどもう本当に人生がすごすぎてご病気にもなられ実はご家族にもねちょっとした不幸があって小牧さんご自身も専業主婦に一度はなられて。 そこからあれですね確かサンリオにパ,、はい、パートみたいな感じでパートでしたっけとにかく社員として入られて、うんはい、そこから実は社長にまで行ったっていうそして経営改革されたっていうことですよねそうですねサンリオの,あのサンリオエンターテイメントの方の社長になったっていうことでそ,そこでも V 字回復を遂げたっていう方です、ね、またすごいですね、はい、V 字回復を遂げたっていう、はい、すごく穏やかなでも方ですよね,ね、うん、小牧さん いやなんそうなんですけどあの僕その、ね、ゆ内さんも今回の審査で見たと思うんですけどそのでこの方がどういう人生を歩んできたかというのを本当に,にあの日経ウーマンのとか日経グループの皆さんが調べるんでものすごい充実した資料があってライフチャートがあって小牧さんんん本当こんななんですよいやですちょっとすごいっていうと失礼ですけど。 本当に僕だったら途中で心くじけてるなっていうハードシップを経験されて三両、うん、ンエンターテイメント社長になられたらそこから現場から全部改革して今となってはものすごい大人気テーマパークになってるっていう,うん、うん、すごいですよねい,すごい。いーマキーキさんもね学びを結構あのコーチングを学ばれたりです心理学を学んだいっていうのも経営に生かしていらっしゃってるのでそれでまあ。 えー、受賞当時六十歳ですから、まあ全然見えないんですけれども。<ー>はい、まあその辺も、ね。あの学びの。そうですね。キャリアに生かしてっていうところもありますね。どんなに辛いことがあっても、こう何度でもやっぱり挑戦していく。まあパッションみたいなものって、やっぱりなんか重要かなと。つくづくね、あの思うんですけど。あやき、うん、さん、もしかして、僕がの。 やってる早稲田大学ビジネススクールの授業で、はいはい、実は僕がやってる早稲田大学のビジネススクールの授業にゲストスピーカーを呼ぶっていうのがあるんですね起業家の方をで実は相内さんが少し前までそのビジネススクールの学生でいてくださったんで,でそこで多分僕小牧さんを呼びしてますよねすなんでかっていうと僕ねウーマンおづやであったからですあそも素晴らしい,のでいすいあの素敵な方だなと思って穏やかで、うん、そんなハードシップを経験してるなんてもう全然。 お話を聞かないとわからないような方、うん、だからこそ本当に素敵だなって思いましたね。さあもう本当にあっという間にちょっと時間が経ってしまったんですけれども、まあ最後にですね、あの日経ウーマンが考える今後今後必要とされるこうロールモデルって何だと思いますか？難しいでそ難しいですね <laughs> さ。さっきもまあ申し上げた通り、そのニュータイプを発掘したいなと思っていて、うん、その でさっずっと今日の流れでもありましたけど、まあ、MBA 取ってなきゃダメなんじゃないのとか学歴ってか高くなきゃダメなんじゃないのみたいな風に思われないあこ,この道もありなんだっていうこの道でこんなに成果を出したり、まあそのえー、数字が出なくてもそのこう会社のスタイル的に注目されるとか、うんまあ、そういう新しい何かをやるっていう ま、こんなことできるんだっていう人を何かあのまたどなたか発掘したいですね、企業家でも会社員でもちょっとこう、うん、やっぱりまだまだウーマン・オブ・ザ・イヤーなんていうんですかね、チャラップしてほしいなっていう、はい、感じがしますけどあの僕は7年間ずっと審査員やらせていただいて今回の審査会で申し上げたとうような気がするんですけど僕は実はウーマン・オブ・ザ・イヤーはこれからだと思ってるんですよ。うん、今までの20年 今日も本当に素晴らしかったんですけど7年間審査委員にやらせていただいた結果も,もちろん毎年本当に素晴らしい方がいっぱい選ばれるんですけどやっぱり年々すごいなっていう方がどん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 出てくるんですよね。だからややっぱりようやく世の中があの ね、今となっては女性がこうやって社会に参加するってのはだんだん当たり前になってきてますけど二十何年前に始めた時っていうのは当然そんな世界じゃなかったんでやっぱりその時からコツ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 ここに力を入れて光を当ててこられたっていう努力は本当に素晴らしいなと思ってて結果今それが花開き出して日本の社会もだんだん変わりつつあるだからこそあのクラシコムの佐藤さんとかコリオ中島さんみたいな本当にニュータイプみたいな方々が出るようになってきてるんで。 おそらくこれからの10年20年っていうのは僕はウーマンウザイアはもっと面白い方が出てくると思うんですよね。だからそういう意味で本当に期待したいですし、なんであの私はウーマンウザイヤはこれからだと思っております。これからね、はいえー、ますます面白い人出てくるといいですね。<laughs> 本当に。何ですかう？藤川さんがね肩の力が抜けてるのがね。そうですか。<laughs> いやいやいや。<あ> <laughs> はい。じゃ安原さんはいかがですか？ウーマンウザイヤなんか囲まれてて。あそうですね。あのー。 入山先生があの審査員をやってらしたあのか,からの方であの世界最高齢のプログラマーの若宮雅子さんがいらっしゃったじゃないですか大賞受賞者ではないんですけれども定年されてからパソコンを始めて80歳であの世界最高齢のプログラマーになってあのアップルの大会にも出られたっていう。 ああいう,何て言うんですか本当に今ニュータイプって話が出ましたけどもあの働く期間っていうのはまさしく人生100年時代というか一生涯いろいろ働くってなるとあのたとえ会社に入ってもその後なんかこういろいろ行ったり来たりができるっていうんですかねいろんなキャリアの,あの選択が広がるっていうことで年齢もキャリアの経歴もなんか あ、こういうのがありなんだっていう方がこれからどんどんまた出て行っていただけるんじゃないかなと期待しています。そうですね。もう馬、まあ、オブザイヤー対象をこう20年以上こうざっとこう振り返ってきましたけれども、未来の自分にま10年、20年、うん、それから30年後かもしれない。うん、本当にあの今日キャリアのヒントとなるようなお話たくさんいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では皆さん良いお年をお過ごしください。失礼いたします。 はい。最後まで見ていただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします